皆さん、こんにちは。イズペティ犬の子病気辞典です。今日は犬の観葉植物による中毒について、症状、原因、後発進種、予防方法、治療方法の順に解説します。それでは早速、始めましょう。犬の観葉植物による中毒とは、観葉植物を誤食することで中毒を引き起こすことがあります。 中毒とは、動物の体にとって有害な物質が体内に入ったり、体の中で有害物質ができたりすることで、生理的に障害が起きた状態を言います。犬の、観葉植物による中毒の症状とは、様々な症状が見られます。犬は元来、好奇心が強く、何が中毒物質なのかを判断することはできません。そのため、 誤食や誤飲吸引皮膚への吸着による中毒が見られることがあります中毒を起こすと多くの場合急性あるいは亜急性の症状を示し治癒に向かう場合短時間で死亡することもあります慢性的な経過をとる場合は犬が毒物と接触したことがはっきりとしないこともあります 特定の毒物を食べたことが確認されない場合は飼い主様は飼育環境の状態を把握しそれを獣医師にそのまま報告することが一刻も早い救急救命につながると言えます中毒の症状としましては急に一定量以上の毒物が入ったことで臓器に著しい障害が起こり急激な症状を示して死亡する場合もあれば急ながらも軽い腹痛や 下痢で済むこともあります一般に口から入ったものは消化器症状特に嘔吐や腹痛を起こすことが多く一方で気体状態で呼吸器から入ったものは咳や呼吸困難などを起こす場合があり中でも刺激性のものは目や喉に痛みを引き起こす場合があります犬の観葉植物による中毒の原因とは 様々な観葉植物が中毒を引き起こします。里芋科。代表的な観葉植物としましては、ポトスが挙げられます。葉、茎、根茎などが有毒部分として挙げられます。皮膚のかぶれ、口腔と喉の炎症、流禅、嘔吐などを引き起こします。ウコギ科。代表的な観葉植物としましては、アイビーが挙げられます。 葉、果実などが有毒部分として挙げられます。嘔吐、下痢、腹痛、硬活、流禅、皮膚刺激などを引き起こします。ソテツ化。代表的な観葉植物としましては、ソテツが挙げられます。種子、景観などが有毒部分として挙げられます。摂取後、12時間以内に発症するとされ、 嘔吐腹痛、肝不全腎不全運動失調、昏睡痙攣などを引き起こし最悪の場合死に至ることもありますユリカ観葉植物ではありませんがイヌサフランチューリップヒヤシンスなどが挙げられます環境によって有毒部分と毒性の強さは様々ですが 犬にとってはどれも危険とされ、特に急痕には注意が必要です。嘔吐、下痢、鎮鬱、腎不全、呼吸困難、循環不全などを引き起こし、腎不全が起こると死亡率が高まるとされています。犬の観葉植物による中毒の高圧品種について、全犬種で高圧します。 若く好奇心が強い犬に多く見られます。どの犬種でも起こり得ます。犬の観葉植物による中毒の予防方法について、飼育環境から観葉植物を取り除きます。犬は好奇心が強く中毒物質なのかを判断できないため、飼育環境から観葉植物を取り除くことが予防につながると言えます。 犬の観葉植物による中毒の治療方法についてサイト処置吸着剤の投与などを行います特異的な拮抗薬がある場合にはそれらを用いますが多くの場合はサイト処置または活性炭など吸着剤の投与点滴などによる対症療法が主体となります接種後すぐであれば、 炭酸ナトリウムの口腔内投与を第一選択薬としてサイト処置を行います炭酸ナトリウムは粘膜刺激でサイトをきたすため飲ませる必要はありません一回の投与で応うとしない場合には再投与を行います再投与で応うとしない場合にはトラネキサム酸を静脈内投与しますそれでも応うとしない場合には 過酸化水素の蛍光投与を行う場合があります。腸内に停留している中毒物質の吸着には活性炭の蛍光投与を行います。予後。予後は原因物質によって様々です。急速に症状が発現し治療に反応せず死の転機を取るものから後遺症が残るもの、全く問題なく回復するものまで 原因物質や暴露された量によって異なります本日は以上となります今回の動画で大切な愛犬の健康維持のお役に立てれば大変嬉しく思いますこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録高評価ボタンをよろしくお願いします今後も犬の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方は ぜひチェックしてみてください。では、また次の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。